隠れても無駄だぞ。出てこい。僕の作品になるんだ。またジェファソンが追ってくる。やだ。あんなに純真で清らかだったのに。死んでもらうぞ。なんで分かってくれないんだ。僕が自分でいられたのはあの暗室だけなんだ。あんな田舎者に僕を殺させるとはな。あれほど君には尽くしたのに。ケイトを泣かせたことで僕を責めると。直ちに暗室に来なさい。繰り返します。直ちに暗室に来るんだ、ムックス。みんな、残念なことに当校生徒のマクシーン・コールフィールドが。マックス、どこにいるの？出ておいで。出ておいで。腐ったミカン。猿の惑星見に行こうよ。詮索愚僧、両親に全部説明したものか。スカーフを貸してもらえないかい。早く乗れよ。二度と。ああ、ウォーレン、こんなのありえない。怖いよ。念のために証拠を。出てきなよ。出てこい。あの青髪の不良とはどういう関係？リスも君を嫌いになった。しかも腹ペコだ。スカーフを貸してもらえないかい。なった。しかも腹ペコだ。シクリマには死を。この学校が吹き飛べばいいのに。マックス、こっちに置いてよ。ボコボコにしてやるからよ。いい加減認めろ。戦争を経験した俺には勝てないってな。こっちに来やがれ。切り刻んで。マックス、君は僕の最高傑作にいた。君は僕の最高傑作になる。まさかまた空き瓶集めをやるの？マックス、マックス。マックス、こっちに来やがれ。切り刻んでやるよ、この化け物。マックス、君は僕の最高傑作になる。俺の豆。見つけやすいところにあるならともかく。レイチェルを見せたかったよ。僕の血染めの天使。空き瓶の呪いってあるの？レイチェルはモデル。一度座って落ち着かないと体が持たないよ。悪夢の中でも安らげる場所があっていいはず。ここはクロエとレイチェルが唯一安らげる場所だった。
でもずっと隠れてるわけにはいかない。悪夢のような現実が待ってたとしても、私また失敗を繰り返してるのかな。ここから抜け出せれば答えが見つかるかも。怖がっちゃダメ、私の強さを見せるんだ。あいつの足元にも及ばねえ。あと一個かな。もうこれで最後にしてよ。ここだ。レイチェルと一緒に下水管の中を流す。クロエのせいだよ。瓶を集めてなんて言うから、一応証拠に写真でも撮っておこうかな。お前を好きなやつなんて一人もいねえ。当たり前だけどな。まさかシェフを疑ってるのか。へえ、本当にシェフのつもりなんだ。ママがいないときはね。知らないよ。もしもし、ジョイス、クロエたちと朝ごはんを作ってたとこさ。ツーホエールズで雇って。え、買い物ね。もちろん迎えに行く。モカにありつけるかもしれないしね。すぐ行くよ。じゃあ、さて、セーブマートまで女王陛下を迎えに行くことになった。平民の食料をたくさん買い込んだみたいな。バカみたい。それがパパのいいところさ。くそ、鍵はどこに行った。汚い言葉1ドル罰金。罰金じゃなくて大学資金な。鍵は。そう、鍵はどこにいんだ。もう1ドル罰金。破産させる機会。発見。こんなところにいたのか。鍵を閉めといてくれよ。仲良く遊んで家を壊さないように。あとワインの試飲会はダメだぞ。まだ悪夢は続くの。君をモデルにレトログランジというシリーズを撮りたい。君にはレイチェルと同じ良さがある。マックスとは大違いだ。マックスはガキだから。同感だよ。しかもおしゃべりが過ぎて困る。意識だけ無駄に高いしね。学校でも嫌われてたよ。本当のスターは君だ。私ら二人ともマックスにしてやられたな。あいつ八方美人なんだよ。私らをもてあそびやがって。でも俺は君に夢中だよ。だからクロエ。お前みたいなイケてる女がなんでマックスなんかと。暇つぶしだ。パシリにもちょうどいいしな。確かにな。部屋にいいもんあるけどどうだ。見ろよ、マックスが覗いてやがる。写真だったらいくらでも撮るよ。踊りってのはこうすんだよ。
ダサいマックスには無理か。ビクトリア、あんた大人だな。マックスとは大違いだ。あなたのタトゥー、すっごくセンスいいと思う。もっと早く一緒になってればよかった。せっかくの力も使いこなせなきゃ意味ないだろう。レイチェルの代わりに、マックス、あんたが死ねばよかったんだ。なんでアルカディアベイに戻ってきた？いい迷惑だよ。